吉田さん、あの質問面白かったですね。今思い返すと、返す言葉としては、億万長者合宿に参加したら億万長者になれるのか、億万長者合宿に参加しなかったら億万長者になれるのか、どっちだと思いますかと、どっちだと思うか方に選択すればいいんじゃないか、それが億万長者になるための1番目の選択ですよっていうふうに答えてもいいかもしれないですね。まあトンチみたいな話ですけども、まあ、少なくとも参加しないことによってお金持ちになれるんだったら、そもそも参加するかどうか迷わないですよね。確率上げていかないとね。ただそれだけじゃないですか。少なくとも億万長者合宿に参加したら億万長者になりたいっていうふうに思ってる人の群れに入ることができて、参加しなかったら億万長者なんて絶対無理、絶対なれるんだったらお金払うんだけども、なれるかどうか分かんないものにお金払えませんっていう人が億万長者合宿に参加しないと思いますからね。どっちがいいでしょうって話ですよね。いってらっしゃい。